あ、どこか、どこか10歳俺からしたら孫みたいな孫だよ、孫だあ、どこか、どこか今日密着取材取材でそこかな、なんかそこですかね、傘みたいのが置いてあるのが、あ、2階の、うん、緊張してます。13歳、12歳か、6年生、はい、今6年生でも随分でっかくなったんだけどな、はい、6年生でっかい方だろ、ちょっとほら、はい、あのそこら辺にいる怖そうなおじさんたちみんなやっつけちゃう島山工業だけど怖そうなやばそうなオーラが出てるわはい、あ、はい、はい、で、じゃあこちらの方でいいね、ヒロ頑張れよ、ヒロ頑張ります6年生だよ、
6年生だよ、だって。6年だよ、俺からしたら孫みたいなもんだ。孫だよ、孫だ。6年生だよ。12歳だって12歳だよ。12歳って小学校6年、はい、やば。12歳は何回も連呼したの。12歳、そう、12歳ですよ。本当だよ、僕と6つしか変わらないですよ。ねえ、ありがとうございました。もうこんな感じですか。全然そこは触れてくれる。すげえ。最年少じゃないですか。で、こちらの方にちょっとゼッケンを割とこう大きく書いてみて、はい、はい、じゃあこちら、はい、こちらの方に立ってもらってマスク外しちゃってください。はい、そうですね、はい、で少しこう斜めに、はい、そう、ここがいいな、ここがいいわ。12歳、僕何十回言うんや。はい、じゃあ少しこうまっすぐで、あ、肩の力もらって、はい、そうですね、はい、もう一枚、はい、にっこり、はい、もう一枚、はい、今度体逆向き、少し、はい、そうですね、はい、もうちょっとかは、はい、そうですね、はい、もう一枚いきます、はい、ちょっと若干体こっち、あ、こっち、そうです、斜めで、はい、いきます、はい、もう一枚いきます、はい、もう一枚、はい、はい、どうもありがとうございます。すごく緊張してるんですけど、楽しみたいです。今ちょっと雨降ってきちゃったんですけど、頑張ります。ちょっと1本目は抑えて、2本目は思いっきりいきたいです。
いやよかった、コンビニ。いやめっちゃスタート前に緊張したんですけど、だいぶ1本目点入ってよかったなと。日本目も頑張ります上がってよかった。続きまして9位、ゼッケン6番、村上圭選手。 K 村上、カー No.6、came in 9th place。 おめでとうございます。そして続きまして、8位から、こちらステージの上に、来ていただきたいと思います。予選8位、ゼッケン52番、藤本幸之助選手。16、バランスしていきたいと思います。こちら、予選6位です。ゼッケン130、箕輪博也選手。おめでとうございます。12歳です。カーナバー130、ヒロヤ・ミノワ、came in 6th place for qualify。続いて、ゼッケン撮影の方、お願いします。皆様、じゃあ中央の、カメラ目線お願いします。ドライバーの皆様ありがとうございました。そして熱い走りを、本当にありがとうございました。明日はですね。